有冇搞錯？ロシアのプーチン大統領は23日、ウクライナ東部のドネツク州とルカンクク州の独立を承認し、平和維持の名のもとに軍隊を派遣したと発表した。その後24日午前5時半にテレビで特別演説し、ウクライナでの特別軍事作戦の開始を発表した。プーチン氏は、我々はこれらの軍との対立を避けられないとし、時間の問題だと述べた。また、ロシアの軍事行動は市民を保護することを目的とし、モスクワはウクライナを非軍事化、非ナチス化し、ウクライナ東部での8年間にわたる戦争を終結させるためであると述べた。ウクライナ東部のドネツクとルガンスクの両地域は、住民の大部分がロシア人である。2014年、同国の新欧米革命に伴い、両地域は相次いで独立を宣言し、ウクライナから離脱した。地元の民兵組織はロシア軍の助けを借りて過去8年間ウクライナ軍と戦ってきた。ウクライナのドミトロ・クレバ外相は24日ツイッターで、プーチンはたった今ウクライナへの全面的な侵攻を開始した。平和なウクライナの都市が攻撃されている。これは侵略戦争である。ウクライナは自らを守り勝利するだろう。世界はプーチンを止めることができるし、止めなければならない。行動する時が来たと語った。アメリカ時間23日午後、国連安全保障理事会ではウクライナ危機をどう冷却するかが議論されていた。ウクライナのキスリツァ国連大使は、冷却について話すのは今はもう遅すぎる。ロシア大統領はすでに宣戦布告したと述べた。実際一部の海外メディアでは、ウクライナの首都キエフで爆発音が聞こえたと報じた。ウクライナ当局は、それはロシアの巡航ミサイルによる爆撃であると伝えた。プーチン氏はテレビ演説で、北大西洋条約機構 NATO のさらなる拡大と NATO によるウクライナ領土の使用は容認できないと強調した。これは実はロシアのプーチン陣営の最も重要な戦略的目的である。しかしロシアの侵入は奇人転入ではなく、確かにその周辺国が危険に感じていることを証明した。ロシアはロシア帝国時代や旧ソ連、現在のロシアと他国に軍隊を振り回したたくさんの歴史的記録がある。侵攻前、プーチン氏はある公開演説の中で、ウクライナは太古からのロシアの文化と歴史の一部であり、不可分な民族精神の一部であると表現した。このような論調は中国共産党、中共の残忍な論理だけでなく、ツァーリズムロシアや旧ソ連による歴史的な中国領土の略奪を思い起こさせる。1850年代、ツァーリ派のロシアは第二次アヘン戦争で北上できなくなった清、満州族の隙に乗じて愛軍条約を締結し、黒竜江以北、スタノヴォイ山脈以南の約60万平方キロの中国領土を奪った。1860年、イギリス・フランス連合軍は北京を侵攻し、清と北京条約を締結した。中国ロシア北京条約では、ロシア側は愛軍条約を確認しただけでなく、カラフト島を含むウスリー川以東の約40万平方キロメートルの土地の略奪をも条約に追加した。この地域にはウラジオストクも含まれていた。ロシア人によってウラジオストクと改名され、東方の支配者、東方の征服者を意味し、陳東府とも訳された。1860年から1870年にかけて中国とロシアの北西境界の分離に関する改約とコブト改約、ウリヤスタイ改約、タルバガタイ改約の3つのサブ契約を通じてロシアの国境線は北はアムハ山脈から南のパミール高原まで、西はバルハシ湖とタラス川から、東はイリとチュグチャクに及ぶ中国外北西部を約44万平方キロを奪った。1881年と1882年、ロシアはイリ条約とイリ境界条約によって北西部の7万平方キロメートルを押収した。1892年、ロシアはサリコル山脈以西のパミール地方を強制占領し、1895年3月11日、ロシア帝国は大英帝国とパミールの分割に関する協定を結んだ。その面積は約2万平方キロメートルだ。1896年、ロシア帝国は清と露清条約を結び、大連と旅順を強制的に咀嚼した。1900年、8カ国連合軍が義和団の乱中の清朝に干渉した。ロシア帝国は黒竜江省回覧法と江東60使トンで数千人の中国人を殺害した。清は江東60使トンの住民の永住権と裁判権を失ったのである。同年10月、ロシア帝国は東三省全土を占拠し、1902年、ロシア帝国と清は満州完膚条約を結び、ロシア軍が半年ずつ3段階に分けて東三省から撤退することを定めた。しかし、条約締結後、ロシア軍は撤退を拒否し、日本は不満を募らせた。1903年、日露戦争が勃発するとロシアは敗れ、1905年には日本とポーツマス講和条約を結び、東三省の大半を日本に割譲した。その後日本は東北地方の大半を返還し、126万平方キロメートルの土地を取り戻した。1911年、ロシア帝国はタンヌ・ウリヤンハイ地域の植民地化を開始した。1919年、北洋政府はソビエト革命によりタンヌ・ウリヤンハイ地域を一時的に奪還した。1921年、ソ連赤軍は外モンゴルに駐屯する白軍を掃討してタンヌ・ウリヤンハイにソビエト連邦政権を樹立した。1944年10月、タンヌ・ウリヤンハイの約17万平方キロメートルは、トゥバ人民共和国の名でソ連に加盟することを宣言した。1919年7月25日、ソビエトロシアは第一次カラハン宣言を発表したが、外モンゴルを独立国家とし、外交関係の樹立を求めた。そして1921年、中国国内の軍閥の乱戦に乗じて、ソ連赤軍の支援を受けたモンゴル人民党の軍隊が外モンゴルの貿易都市を占領し、外モンゴルにおける中国の影響力は完全に消滅した。1941年、ソ連と日本は日ソ中立条約を結んだ。これは両国の友好関係を維持するために、ソ連は満州国の領土の安全性と不可侵性を、日本はモンゴル人民共和国の領土の安全性と不可侵性を尊重することを保証するという共同宣言であった。両国は中国の領土と引き換えに停戦をした。1945年2月、アメリカ、イギリスは中華民国や他の連合国に通知せず、外モンゴルや中国の主権を含むヤルタ協定をソ連と締結し、東北三省へのソ連の出兵を要求したほか、外モンゴル、モンゴル人民共和国の現状は維持されるべきであると規定した。日本が降伏した後、中国は156万平方キロメートルの外モンゴルの独立を受け入れざるを得なくなった。ロシア帝国と旧ソ連が中国から奪った土地の総面積は326万平方キロメートル以上に及んだ。このうちタンヌ・ウリヤンハイと外モンゴルはいずれも現地から自主独立であり、ウクライナ東部のドンバス地方にあるドネツクとルカンスクの独立と実に非常に似ている。ロシアはウクライナに侵攻し、より大規模な戦争行為を行うこともできる。その後、アメリカと欧州が介入し、ロシアはせいぜいウクライナの他の地域から撤退するが、2つのドンバス地方とクリミアの占領の正当性は維持されるであろう。これをベストを基準にしてミドルを取るという。ロシアのウクライナ侵攻は明らかに既存の国際秩序を完全に破壊するものであり、世界の未来に対する大きな脅威となる。現在の国際秩序は第二次世界大戦終了後の状況に応じて形成されたものである。つまり現在の主権国家の国境は基本的に第二次世界大戦の結果である。第二次世界大戦以前は世界の民族間や近隣諸国との間で戦争や対立があり、互いに攻撃や防衛が行われていた。みんなが昔からを基準にしていたら世界の紛争は絶えないだろう。ウクライナが独立したのは1920年代であり、第二次世界大戦よりはるかに早かった。ウクライナの主権が軽視され、領土が剥奪され、国際社会がそれを無視し、何もしないとしたら、世界は大混乱に陥ってしまうだろう。これは欧州諸国やアメリカを中心とするファイブアイズがウクライナ事件にいても立ってもいられなくなった原因である。しかし逆に言えば、過去20数年にわたる欧州とアメリカのロシアに敵対する傾向、ロシアを軽視するやり方も今回のロシア・ウクライナ危機の大きな原因となっている。NATO の東方拡大やアメリカと欧州のエリートの中心にある反ロシアのイデオロギーショーについては以前にもお話ししたことがある。例えばアメリカで大騒ぎになりながら結局うやむやになったトランプ氏のロシアゲート事件は、ほぼあらゆる手段でトランプ氏の政治生命を断つことを目的に多くのメディアが注目し、誇張して報道したものである。この陰謀キャンペーンの暗黙の前提は、ロシアと金のやり取りをしている人間は悪人に違いない。だからロシアが悪者であるのは当然だというものである。トランプ氏はインタビューで、私が大統領だったらこのようなことは起こらなかっただろう。彼らは確かにひどいが、プーチンと私はとても仲が良く、私は彼を尊重している、と述べた。トランプ氏の発言は面白いと思う人が多いが、国際舞台でもトランプ氏のビジネスマン的な抜け目のなさは時には役に立つ。しかし、欧米のリベラル派はそうは思っていない。歴史的な理由は別として、欧米のリベラル派が特にロシアに対抗するのは現実的な理由もある。プーチンは保守的で主権を主張し、トランスジェンダー運動、グリーン運動、グローバル化した利益による主権国家の権力剥奪への反対など、進歩派の諸理論を受け入れていない。ソ連崩壊後、ロシアは経済が破綻し、国際的な地位も地に落ちた。ロシアの GDP は今や中国の先進地域並み、アメリカの大きな州にも程遠い。これが欧米エリートのロシアに対する侮蔑を悪化させた。しかし、ロシアは依然として旧ソ連の核兵器庫と主要な軍事力を受け継いでいる。ことわざにもあるように、腐った船にもまだ3斤の釘があり、痩せて死んだラクダは馬より大きい。見下されていた敵は追い詰められると代価は構わず反撃を始める。しかも世界最強の戦力を持つアメリカ軍がアフガニスタンから無様に撤退したのをロシアは見ているのだ。しかし欧米の進歩派は平日に叫び、危機が起これば無力です。少なくとも我々が今見ているのは経済制裁を継続することだけであり、本当に雷の手段はない。ロシアとウクライナの兵士は大ヒットとスモールヒットの両方で世界が変更された戦争を危険にさらしました。三国志という言葉を借りれば世界の出来事は長い間争われ、長い間一致しなければならない。しかし欧米の進歩派の人々は普段は大声で叫んでいるが、いざ危機が起こると何もできない。少なくとも今見えているのは経済制裁の継続だけで本当の意味での犀利な対策はない。ロシアとウクライナは戦争状態にあり、この戦争が大きなものであろうと小さなものであろうと、それによって世界は変わっていくだろう。三国志の言葉を借りれば、そもそも天下の体制は分裂が長ければ必ず統一され、統一が長ければ必ず分裂するものである。天意はこうであるかもしれないが、人に何ができるのだろう。